インカが自分でダウンしたら自己蘇生できるようになって、リチャージ10秒増えて、で、リコイルが軽減するシステムがなくなって、だから、まあ、体力回復できて自分で起きれる人になるのか。なんか微妙だなぁ。キックするかって言われたらなんか何とも言えないキャラになったね。まあ、3回使えば 60HP 回復できるって言われたらまあ確かにでかいけど。フラグ持ってるのが救いか。まあ、若干物足りない感は否めないな。ああ、ちょっとバカ。まあ、味方が悪いとも思ってないし、自分が悪いとも思ってないし、反省もしてない。ゾフィアの自己蘇生消したのにまた追加するのよくわかんないですね。まあでもゾフィアに自己蘇生あるのとフィンカに自己蘇生があるのではちょっとまあなんか納得感違くないですか。そのゾフィアの謎の自分で頑張って気合で立ち上がるっていう機能に関してはめちゃめちゃおめえの何のね能力を持ってその能力があるんだっていう感じはあったけど、フィンカはその味方を回復させるっていう今までの能力を持ってからの自己蘇生っていう機能だから、それだったらまだ納得いく感じはする。だからまあどっちかというと本来あるべきオペレーターにやっと能力が来たっていう感じじゃないですかね。まあでもその自己蘇生が増えたからフィンカのピック率上がるかって言われたら別に上がりもしないし、今までと変わりないとは思うな。自己蘇生 HP20 待って、反動リコイル、反動ブーストがなくなるのがどうなんだろうな。反動ブーストを入れてからの LMG ぶっ放すの楽しかったんだけどな。仲良くクラッシュとタチャンカが仲良くしてる。マエスチョロがどこにいるかだな。いるな。
ああ、ミスった、なんで？うわあ、もったいねえ、もったいねえ、もったいない。ドラドラパワー。やっぱりアドレナリンサージってうるさいっすよね。反動ブーストなくしてあれするんだったらね、ちょっとあの 音関係をなんとか。ギリちょうどいいところ、ギリちょうどいいところ、この辺、お、ちょうどいい、これは最高にちょうどいい。割れたー。このフラッシュバンのタイミングに合わせて投げることによって敵にバレている。かなり現地プッシュが厚め。あはは、つま先ぐちゃぐちゃにしてやったぜ。これまあ三度目の正直をこの音に合わせて投げていくことによって完璧なカメラが生まれる。そしてもう敵がポイントに入っているだと？よし。よし。よし。ブラックビアードの方。あ、ナイスでーす。上ハッチ開いてなくて、壁だわね。
ビラさん。赤貝上にいるんだよな。味方オペレーターはあと一人だ。そうですか。あ、降りてきた。階段に得られるのか。しかも地下、地下じゃねえ、一階に文字まで。階段に得られ、下に文字で。困っちゃいますね。